こんにちは。人からわかる3分技師。今日はヨハネス・グーテンベルクについて勉強していきましょう。ヨハネス・ゲンスフライシュ・ツア・ラーデンツム・グーテンベルク。1398年頃の生まれ。ドイツの印刷技術者であり、活版印刷の発明者として知られます。グーテンベルクは、ベンツェル皇帝時代の神聖ローマ帝国、ドイツのマインツに生まれました。グーテンベルクの生い立ちは詳しくは分かっていません。父親の職業は、商人、金細工師、造幣局の役人といったいくつかの説があります。父親が造幣局での役人であったとすれば、そこでグーテンベルクは金属の加工技術を学んだと考えられます。1428年、30歳頃のグーテンベルクは、シュトラスブルクに移り住みました。この頃すでにグーテンベルクは活版印刷の研究を始めていたと言われます。当時、聖書をはじめとした書籍は、人の手による書き写しによって作られていました。そのため本は高価であり、ほとんどの人は手に取ることができませんでした。そんな中、グーテンベルクは、貨幣を製造する中で、精巧な文様を金属に刻み込む技術が、文章の印刷にも使えることに気づいたと考えられます。活版印刷は、活字と呼ばれる、一つの文字が彫られた金属片を組み合わせて、1ページ分の文章を作り、それを型取りした、ボケを使って印刷する方法です。グーテンベルクは活版印刷の技法を生み出し、またそれを実現するためのプレス機の発明、インクの改良を行いました。グーテンベルクは1442年頃には印刷業を始めていたと考えられています。グーテンベルクが初期に印刷したものには、船乗りが使う天文歴や教会が配る免罪符といったものだったと言われます。そしてその中で技術を改良し、1450年頃には本を印刷できるまでの技術と設備を完成させたと言われます。そしてグーテンベルクが最初に印刷した本が42行聖書です。しかしグーテンベルクはその技術を開発する中で借金を重ねたため数多くのトラブルに見舞われました。そして1455年、出資者の一人であったヨハン・フストはグーテンベルクに訴訟を起こし、グーテンベルクは敗訴。彼が作り出した活版印刷の設備と工場は、すべてフストのものとなりました。1468年、グーテンベルクは60歳頃に亡くなります。フストにすべてを奪われた後も、グーテンベルクは細々と研究を続け、いくつかの印刷物を作りました。そしてフストは、技術者のペーター・シェファーと共に出版を続け、印刷技術は急速に広まっていきました。そして多くの人々が本を読めるようになり、宗教改革やルネサンスの足がかりとなりました。現在においてもグーテンベルクは活版印刷の発明者として知られています。以上。いかがだったでしょうか。活版印刷が生み出した世界の変化は大きく、語りきれません。もっと技術について知りたいという方は、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。感想やリクエスト、どんなことでも構いません。では今日はこの辺でお開きといたします。また次回。